勝ち動いてんな。うん、また場所が変わってる。今度は何も触ってないのにどうして？ここは知ってる場所みたい。一応通ったことはあるね。甲冑は動いてるけど。甲冑は動いてんな。あれ、もともとここにあったっけ？ま、動いたな、甲冑。ん？ああ、あの子、また追ってきてる。見つけた。逃げないと。瞬間移動する相手はな、瞬間移動する相手はさ、結構きついぞ、逃げんの。でも木の実はもうなくて、やっぱりもうないんだ。それならしょうがないよね。しょうがないじゃないんだわ。あれ？あ、いや、こうもポンポン、チパチパパーションに飛ばされると、さすがに頭痛くなってこない？まあ、今までこんな体験したことないし、しば、バルツで、あ、姉ちゃん。ねえ、木の実持ってない？え？木の実ってさっき拾ったやつ？そう、それ、もらってもいい？そうか。木の実の思い人はこの子の子供の悪魔だったのか。言えないし、はい。ありがとう。いただきまーす。はあ、美味しかった。お腹いっぱい。お兄ちゃんに、お姉ちゃんたち、ありがとう。よかったね、そのまま襲われなくて。消えた。シバ、バルツェ、よかった、無事だったんだね。いや、これ、それはこっちのセリフ。え？なんで君はいつもこういう無茶ばかりするの？え？バルツェの言う通りだ。シバ？前の時もそうだけど、一人で北の館に来るなんて危険すぎるよ。俺たちと違って、レイちゃんは普通の女の子なんだから。それは、それに、レイちゃんになんかあったら俺が困る。ただでさえ前にここに来て右手怪我してるんだから、これ以上レイちゃんに辛い思いしてほしくないんだよ。ごめんなさい。でも二人が危ないって思ったら、いても立ってもいられなくて。いつも私、助けてもらってばかりだから。今度は私が助けなくちゃって思って。レイちゃん。でも確かに迷惑だったよね。本当にごめんなさい。そんな可愛いこと言われるとこれ以上怒れないじゃん。確かに、本音を言えば来てほしくはなかったんだけど。いいセリフ聞けたから、これ以上はお咎めなしにしてあげる。本当？僕もちょっと言い過ぎた。ごめんね。それと僕たちは、レイちゃんを心配してるだけで、君のことを迷惑だなんて思ったことはないよ。そうそう。シバ、バルツェ、二人ともありがとう。しかもさ、5年成長したレイちゃんをさ、すぐにさ、分かったね。ああ、多分聞かれるな、これ。感動の再会が終わったぐらい、ちょっと聞いていい？どうしたの？レイちゃん、あまりに自然にしてるから、いつ突っ込むべきかな、悩んでたんだけど。え？うん、僕もちょっと気になってたんだ。レイちゃん、なんか大人っぽくなってない？ああ、そうだった！そうなの。でもね、これには訳があって。私、悪魔とかじゃないよ。なんて言えばいいのかな。レイちゃん、大丈夫だからちょっと落ち着いて、ね。そうそう。第一、俺たちが君のことを悪魔だ、なんて思うはずないでしょ？そっか。うん。まずは落ち着かないと。で、その部屋に入ってたらこんな姿になってたと。うん。でも時間が経てば元で戻るって言ってたよ。そのリーリンっていう悪魔が言ってたんだよね。多分そいつがここに来た時に俺たちが会った悪魔だよ。だろうな。そいつの言うことをそのまま鵜呑みにするのはな。いや、俺もそう思う。しかも、俺たちをここに閉じ込めた張本人なわけでしょ？それを差し引いても悪魔なんて信用できないしね。そうかな。でもバルツェもともとは悪魔だよね。
いやまあ。だって、バルツは嘘をつかないし、いつも私のこと助けてくれたもん。だからいい悪魔もいると思ったんだけど、君はそういう殺し文句をどこで覚えてくるわけ？え？ま、万が一レイちゃんがそのまま元の姿に戻らなくても、俺が責任を取るからいいとして、俺としては、北の館から悪魔を出さないようにしてることの方が気になるけど、悪魔をここに閉じ込めてんのは黒髪に赤髪の女の子だったっけ？うん。見つけたんだけどすぐに部屋から追い出されちゃって。見つけようとしちゃダメでしょ。どんな悪魔のかもわかんないんだから。今回はたまたま無事だったからよかったけど。ごめんなさい。見た感じ確かにここに悪魔集まってるっぽい。だからこの情報を信じていいと思うんだよね。しかも悪魔が悪魔を閉じ込めてるって話でしょ。不自然すぎる。そんなことしてお互いなんか得でもあるのか。いやそれが分かったら悩んでないって。どうしよう。なんとなくジルティさんのことを言えなかった。バウゼたちは北の館を燃やす前に一度来たかったって言ってたけど、ジルティさんもなのかな。でもジルティさんは北の館には来たことないはずだよね。レイちゃんどうしたの。浮かない顔してるけど。え、ちゃんと元の姿に戻れるかなって、ちょっと心配になっちゃって。きっと大丈夫だよ。もし時間が経っても戻らなかったら、他に方法がないか一緒に考えよう。うん、ありがとう、シバ。おー、お主ら、こんなところにいたのか。ピース、レイ、無事だったか。うん、ピースのおかげだよ。あの時助けてくれてありがとうね。ピースもあの後大丈夫だった？なんのあれ式、我は神だぞ。恐るるに足らんのじゃー。ところでレイ、お主ちょっと背が伸びたか。やっぱり言われるんだ。多分、本当に二人知り合いだったんだね。再会できてよかったね。我はどんなレイも好きであるだぞ。ありがとう、ピース。無事に全員合流できたし、早く北の館を出よう。あのおっさん大丈夫かな？意義なし。うん。あのおっさん大丈夫かな？あ、ピースが再びセーブポイントになってくれるわけだね。あれ、また移動した？確かにこの甲冑優しいな。イベントのためだけに移動したんか。割れたねー。割れるもんなんかな？これって。あ？扉を開けますかって書いてあるよ。なんか扉を開けれるようになってるけど。ここの扉って開けれるもんやったっけ？あ、そっか。あの果実なくならないかなって言ってた人か。あの人がいなくなったんだ。だからだ。なんか通れるようになってんだ。どうしよう。そのまま開けちゃっていいのかな。よかったね。なんかくれないの？こうやってしてた。なんかくれないかな。読めなくなってんな。おや？木の実はすべてなくなってしまったんだね。ああ、そんだけか。扉開けてー。うん。どうなる？なんでこんなこともできないんだ、お前は。ほんと、お姉ちゃんとは大違いね。やっぱり呪われた子だな。カラスみたいな黒髪に、血みたいな赤い目。気味悪いんだよ、こっち見んな。なんでこんな子を産んじゃったのかしら。かといって捨てると気分が悪いからな。いい迷惑よ、まったく。私が悪いの？さあ、好きなものを何でも買ってやるぞ。今日は本当によく頑張ったわね。お前はあいつと違って才能がある。ちょっと、あなた、この子をあんな悪魔と比べるんじゃありません。ああ、そうだったな。あんなことのことは放っておいてご飯でも食べに行きましょう。そうしようか。
お姉ちゃんばっかり。私が何をしたの？おい、見たか？見たわ。あの子、ずっとああやって人形で遊んでるのよ。あのお姫様の人形でか、本当に悪魔に取り憑かれたんじゃないのか？知らないわよ、そんなの。とにかくあいつには近づくな。そうね、しばらく部屋に閉じ込めておきましょう。私がもっと可愛かったら、こんなお姫様だったら、お父さんもお母さんも愛してくれた？お姉ちゃんみたいに愛してくれた？まさか病気だらったなんて。なんだ、今さら罪悪感でも感じてんのか？そんなんじゃないわ。化けて出ないでこないが心配なだけよ。はっは、バカげたこと。もし病気だとして、お前はあの悪魔を病院に連れてったのか？行くわけないじゃない。私がどんな目で見られると思うの？私はどうしたらよかったの？私は、悪くない。私は、悪くない。私は、悪くない。私は悪くない。あれ、今、どうしたの？なんか見つけた？え？あ、ううん、なんでもないよ。そう、疲れたらちゃんと言うんだよ。レイちゃんしか見えてなかったのか。魔力持ってるからこそ見えたのか。逆を返して。今何か聞こえた気がしたんだけど、って。そうか、魔力を持ってるから逆にレイちゃんだけ聞こえたんだ。疲れて休むのじゃぞ。あ、持ち合わせがないのじゃ。さあ、扉の先には一体何があるんだろう。やだなぁ、こういうのは。やだなぁ、こういうのは。骸骨。時々キュルキュルしてるな。ちょっと可愛いな。なんだこれ。蝶がいっぱいいる。光舞う蝶は甘い蜜に導かれる。じゃあ、置くか。甘い蜜はさっき取ってきたからね。おう。ああ、黄色の蝶。黄色の蝶を手に入れた。これで5色揃ったんじゃないかい？じゃあ、あそこ戻ってもいいってことになるな、理論上は。さあ、ここだ。5色持ってきたぞ。あ、蝶々が。あ、全員の色が戻った！すごい！なんかキラキラしてる。白黒の絵に色がついた？詳しくはわかんないけど、蝶に色が宿っていたのかもしれないな。ありがとう。え？やっと、元の姿に戻れた。気をつけて。あの声は愛を求めてる。うん？愛を求めてさまよっている。愛を求めて。そして、彼女の求める愛は、今や大きく歪んでしまった。どういう意味だ？だから気をつけて。どうか無事で。あ、扉！今のどういう意味だったんだろう。多分リーディのことだな。多分リーディのことだ。一緒に歩くの楽しいって言ってたの、リー。あの、レイが、リーリンを心配したりした時に言った言動はそれだ。って思いたい。あの、なんか、謎の黒髪の赤い人のことはちょっとよくわかんないっす。ちょっとよくわかんない。あの人はよくわかんない。はっきり言って全然意味わかんなかったよね。そう？俺にはわかるけど。もうちょっと噛み砕いて言ってくれないとさ。でも道は開けたみたいだぞ。え？扉？いつの間に？
とりあえず収穫終わったってことで出口につながってるかもしれない。行こう。うん。なぜ顔を伏せている？え？あれ？なんだろう、ここ。私、シバとバルツェと、二人ともどこ？それになんだその髪は。これは生まれつきです。生まれつき黒いんです。どうせあなたも気味が悪いと言うんでしょ。こんなお見合い断ればよかったって思ってるんでしょ。男の人と女の人の声がする。それにお見合いって何のことだろう。何を言ってるんだ。だからお前はなぜ顔の半分を前髪で覆っているのかと聞いているんだ。それでは前が見えないだろ。今に転ぶぞ。だって私、目がなんだ。目が赤いから。あなた知らないの？私のいた村では黒髪で赤目の子は悪魔って呼ばれるの。呪われた子だって。それがどうした。え？ここはお前のいた村じゃない。ここでは髪の色の目も色も関係ない。そうかもしれないけど。それに、私だって黒髪だ。あ、まさか気づいていなかったのか？ごめんなさい。私自分のことでいっぱいいっぱいで。それと念のために言っておくが、私は別にお前のことを気味が悪いとは思っていない。え？むしろ君に興味を持った。その容姿を美しいと思った。お世辞は結構です。私は世辞は言わない。私の仕事は聞いているだろう？私は美しいものを収集し研究している。あ！私は美しくないものには興味がない。お前もしかして、この男性って、言おうか。私の上からすでに聞いているでしょ？この結婚の条件です。ああ。君の家の借金を肩代わりするというやつだろう？そうです。こんな私を妻にして上に借金も背負うのですよ。とんだ貧乏くじだとは思わないのですか？貧乏くじかどうかを決めるのは君じゃないだろう。それは、君が決めればいい。この婚約をどうしたいのか。そうか！繋がってるわ。黒髪赤目の、あの女性だ、これ。で、ユオだ、こっちは。前作の、妻の日記みたいなのあったけど、多分妻の日記、それでも私は愛してるって言ってたもん。多分それだ、この話。ユウも優しい一面があったんだ、多分。ここまで言っといてさ、外したらめっちゃ恥ずかしいことになるけどね。ここまで言っといてさ、全然違う人でしたって言ったら俺はもうね、恥ずかしい。もう一度言う。君の髪も瞳も綺麗だ。それに、そんな髪では世界の半分しか見えんぞ。やべ、世界の半分しか見えねえのか。はい。改めて聞くが、君はこの婚約をどうしたいんだ？私は、私はあなたと一緒にいたいです。あ、魂。あれ？あれ、ここって、しかも幼い。幼いよ。私なんでまたここに来ちゃったんだろう。早く島のバルツェ君戻らなきゃって言っても、
魂がだけに存在になってるよ、今。また透明になってるよ、レイちゃん。ん？ここは、さっき、あれ、あの子いないみたい。そう、さっきいたよね。お出かけしてんのかな？すごく遅らせちゃって会うの気まずいけど。でもなんとかして悪魔の、もうあの子も浄化させないと。あ。綺麗。これ肖像画だよね。ううん。これただの肖像画じゃない。パズルになってるんだ。男の人と女の人。それに子供？もう少しで完成するみたいだけど。あれ？この人たち、どこかで。何してるの？黒髪赤目。え、いた！あ、びっくりした。ん？ごめんなさい。え？思わず突き飛ばしちゃって。悪かったわ。ごめんなさい。私こそ、勝手に入っちゃってごめんなさい。ところで、どうやってまたここに来たの？前にも言ったけど、ここは普通には入ってこられないの？というか、あなたまた精神だけになってるわね。あー、また体透けてる！それに子供に戻ってる！あなた一体何者なの？あ、私はね、レイっていうの。そうじゃないわ。あなたは？あ、名前なんて言うの？はぁ、あ。イデアよ。イデアだね。よろしくね。あのね、私は悪魔なのよ。よろしくなんてできるわけないじゃない。そうなの？でも私、悪魔と仲良くしたことあるよ。本当にあなた一体何者なの？そんなこと言われても、多分普通の人間だと思うよ。聞くだけ無駄みたいね。ほら、とっとと出て行って。ま、待って、俺が話だけでも聞いて。私を浄化したいって話ならもう聞いたわよ。それの返事もさせたわ。そんなことさせないって。そうだけど。じゃあ理由を教えてくれないかな。どうして悪魔をここに閉じ込めてるの？それこそ聞いてどうするの？まさか協力でもしてくれるわけ？私のこと何も知らないくせに、土足で踏み込んでこないで。確かに私、イデアのこと何も知らない。でも話してくれなきゃ、もっと知らないままだよ。うん。イデア、お願い、教えて。どうしてこんなことしてるの？北の館に私の他にも閉じ込められている人がいるの。その人たちは私のとても大切な人たちで、ここから脱出するには、ここの悪魔たちを解放しなきゃいけない。お願い、イデア、教えて。ちょっと待って。そもそも、どうしてここの悪魔を浄化すれば北の館が出られるって思ってるの？実は、そのリーリンっていう悪魔があなたたちをここに閉じ込めたっていうわけ？うん、そうみたい。それで私を浄化すればここから出してあげると。うん。私が言うのもなんだけど、悪魔の言うことなんてそう簡単に信じるものじゃないわよ。特にあなたたちを閉じ込めた奴の言葉なんてね。シワとバルツにも言われた。でも、他に北の館を出る方法を思いつかなくって。先に言っておく。私は悪魔を閉じ込めておくことはできるけど、閉じ込められた人間を外の世界に戻してあげることはできないから。やっぱり、そうだよね。イデア？そのリーリンってやつだけど、気をつけた方がいいわ。そうだね。俺もそう思う。ワイトもそう思います。え？もしかしてそいつ、確証ないことは言わない方がいいかもしれないわね。教えてくれないの？聞こえなかった？確証がないから言わないだけよ。そっか。ほんと、なんであなたみたいなのが汚い方でまだ生き残れてんのかしら。そういや、イデア、さっきどこに行ってたの？はぁ、あ。なんでため息？この状況で私に世間話を振る神経に感心してるのよ。褒めてる？そう聞こえんなら飛んだ箱入り娘ね。なんか馬鹿にされた気がする。
何？それでどこ行ってたの？ちょっと館の様子を見れないかと思って。もしかして私がここに来ちゃったから慌てて戻ってきたの？違うわ。結局、館の様子は見れなかった。どういうこと？見に行ったんじゃないの？ちょっと複雑な事情があってね。私、この部屋から出られないの。え？最初にあなたに聞いたわよね。どうしてこの部屋に入れるのって。普通ならもちろん。この部屋には悪魔はもちろん、誰にも入れないはずなの。え、でも、なぜかあなたは入れるみたいね。理由はわからないけど。ひとまずそれは置いておいて、ここに誰も入れないようにすること。そして、この館から悪魔が出ないようにすること。この二つに、私は自分の魔力をつぎ込んでるの。そうなんだ。その代償で私はこの部屋から出られなくなった。早い話、ここに誰も入れない代わりに私も出られなくなったみたい。寂しくないの？さあ、そもそも悪魔の分際で寂しいなんて感情を持つのは贅沢だわ。そんなことないよ。え？悪魔の人間でも一人は寂しいものでしょ？私もシュバパーティーに出会う前は毎日寂しかったし。イデアには一緒にいたい人とかいないの？いるけど、思うだけ無駄よ。どうせこっからは出られないんだから。イデアはどうして悪魔が北の方が出られないようにしてるんだろう。もしそれをしなくてよくなったら、イデアはここから出られるのかな？あら、同情してくれるの？イデアが会いたいっていう思う人に会えたらいいなって。うん、すうす感じてたけど、あなたってどうしようもなくお人よしなのね。う。でも、ありがとう。あ、笑った。三田さんが笑ったみたいに言うなよ。イデアのこと、リーディンが言うような悪い人には見えないんだけどな。そうなんだよ。ややこしくなってる。ん？何？あ、消えた！誰かが私の領域に干渉した？そんなことができるのは。一体誰が悪魔と契約なんて。